ルーは、ノンと言わなかったは、1994年制作、公開、アンヌ・マリー・ミエビル監督による、フランス・スイス合作の長編劇映画である。ヌーベルバーグの映画作家ジャンリュック・ゴダールのパートナーで、あり、ゴダールとのハウスプロダクションである、ペリフェリア代表を務める、アンヌ・マリー・ミエビル単独監督による、長編劇映画、第二作である。本作では、ゴダールは、 プロデューサーサイドに立った。本作は、ルー・アンドレアス・ザロメとライナー・マリア・リルケの往復書館からそうを得たものである。マリー・ビューネルが演じるルーは、若い短編映画作家で、ルーブル美術館に所蔵されるヴィーナスとマルスの像についての映画を撮影する設定になっている。1994年、ロカルの国際映画最近表彰にノミネートされて、コンペティション上映され、同年、 ベルホール国際映画祭ではグランプリを受賞した。ルーブルのヴィーナスとマルス像、リルケのハカルとピエールは別れることになる。ピエールは他の女性と結婚しなければならないからで諦めざるを得ないのだ。ルーはルーブル美術館に展示されているヴィーナスとマルスの像についての短編映画を準備している。ルーとピエールはある夜に再会し、モダンバレエを鑑賞に行くが口論になり、劇場を出て、 リルケの墓を見るために、スイスのバレー州ラローニュの墓所まで車を飛ばした。ピエールは女性に切れ目がない。ルーはピエールが嫌っている、美術館の管理人の手をと去っていった。ルーは電話相談の仕事を自宅でしている。ルーは短編映画を完成し、ついに上映する。ありがとうございます。